普天間基地の移設問題で鳩山総理大臣は鹿児島県の徳之島を地盤にし現在は都内の病院に入院している徳田虎を元衆院議員に明日面会することを明らかにしました。色々と徳之島のことでご迷惑をおかけしたことは事実でありますからそのことに関してまずお詫びを申し上げたいと思っております。 政府は海兵隊の訓練を一部徳之島に移転することを検討していますが大規模な反対集会が行われたほか町長らが政府側との面会を拒否するなど反発を強めていますこのため鳩山総理は2005年に政界を引退したものの徳之島に強い影響力を持つ徳田氏の協力が欠かせないと判断したものとみられます